はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといかんです。今回は久々のフィギュア予約情報です。まあ例のウイルスの件で発売の遅延やなんやかんやでね、新作フィギュアの予約開始情報もおそらくなかなかできない状況だと思うんですが、そんな中でもですね、こうやって新作フィギュアの情報を出してくれるのはありがたいですよね。でそのフィギュアがこちら、アニプレックスから予約受付が開始されました。劇場版フェイトステイナイトヘイベンズフィールから魔刀桜まあ、霧の灰、7分の1スケールフィギュアでございます。はい、エロ桜です。いやいや、黒桜です、黒桜。もう色もね、黒いが中身も黒いと。腹黒桜でございますと。もうね、あんな可愛い声でね、先輩、先輩ってあんな言われ方したらね、そりゃ、おっさ。でそんな黒桜がフィギュア化です。前回のイベントワンフェスではね、まだ色のついていない原型での展示だったんですけれども、今回はまあ当たり前ですけれども色のついた画像がようやく見れたわけですね。といってもね、まあ黒なんですけれども、で販売はアニプレックスなんですけれども、制作の方はセーバーオルタと同じくストロンガーが担当されているようです。でそのオルタもね、復刻受注というのかな、5月10日まで予約受付を延長しているようです。どうもこれね、桜とオルタを並べて飾るとちょうどね、台座が蝶の羽のようになるみたい。蝶の羽が左右揃うってことね。なので並べて飾りたいという人のために復刻受注したってことなのかな。で気になる価格なんですが、オルタの方が税込みで 19,800円と2万円をなんとかね切ってたんですが、なんとですよ、桜の方が2万円を超えてます。こちら黒桜の方が税込みで2万2000円です。たけー黒いぜー価格もちょっと驚き。まさかね、オルタよりも高くなるとは思ってなかった。だってさ、裸体にね、黒い影がふよふよってついてるだけだから、水着フィギュア並みの価格だと思ってたら、偽装てんこ盛りのね、カンコレフィギュア並みの価格になっちゃってますよ。マジですか。なんだ、みんなあれか、桜になら、まあ、金をつぎ込むおじさんが、たくさんいると思ってるのかね。うん。まあ、その通りなんだけれどもね。もうね、つぎ込んじゃいますよ。おじちゃんね、桜ちゃんみたいな女の子には、もうね、お金つぎ込んじゃいますから。いやでもこれね、オルタと合わせると4万超えちゃうのか。これは厳しいね。まあ、ちょっとな。オルタが2万円はなんとなくわかるんだけれども、さくらも2万か、2万超えか。まあでも悩む選択肢がないんだよな、これ。多分これね、買う人は大体同じ感じだと思うんだけれども、買う人はもうこれね、悩まずにポチってるんだろうね。うん。僕もね、高いとは思うけどポチりますから。もうこれね、ポチらない選択肢がないんですよ。桜は特別なんだよね。うん。特にこのエロ桜は先輩でこの桜を買うと、なんかね、オルタにつけられるバイザーがついてくるんだって。すでにオルタについてるバイザーは割れたやつなんだよね。で今回桜のについてくるのは割れてないバイザー。まあ嬉しいけどね。まあでもね、そんなにバイザーいらねえだろって感じもするんだけれども、バイザーで1000円くらい高くなってねって感じがするからね。まあ確かにね、割れてないバイザーの方がオルタらしいけどね。でもオルタ買わない人からすると、バイザーはいらないからその分安くしてよって感じになるよね。まあ桜にバイザーかけるのもありかもしれないけどね。でこの黒桜の予約受付は始まっているんですが、受注期間が長いです。なんと7月いっぱい、7月31日まで受け付けているとのこと。でおととき予定が来年の2月と今のところね。まあでもね、これ例の件があるからね、まあ多分遅れるんだろうけど、それがどれくらい遅れるのかはまだわからないって感じだろうね。まあそこも見越しての受注期間も長いってことなのかもね。ことによってはね、この受注期間ももっと伸びるかもしれません。うん。まあでもこればっかりはね、仕方ないよね。
で、フィギュアも発売されるんですが、劇場版の方もいよいよクライマックスです。僕もね、セイバールートとあの、遠坂ルートはアニメでも見ているんだけれども、桜ルートはね、知らないんでね、あの、ゲームはやってないので、なので非常に楽しみです。まあ今一番楽しみにしているアニメだね。でもこれでフェイトステイナイトも終わっちゃうのかなーって思うと、なんかね、寂しいところはありますよね。うん、やっぱね、FGO なんかとはちょっと違うから。でもこれからはあのフェイトグランドオーダーのアニメがね、盛り上がってきてそうです。あの今やっているバビロニア、そしてね、劇場版のあのキャメロット、さらにはね、ソロモンの制作も決まったということで、まあ当分はね、 FGO を堪能できると、マシュのお尻もね、眺められるということですね。素晴らしい。やたらね、あれバックショットが多いんだよね、あのアングルが素晴らしいですね。ということで今回はこの辺で、早くね、例の件が落ち着いて、いつものフィギュアのある日常に戻ってほしいと思うトイカンでございました。次はね、フィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。